監督がですね、ピッチャーやりたいやつ手を挙げろって言われたんで、なんか軽く手を挙げたんですけど、手を挙げたら、じゃあお前ピッチャーやってみろって言われて、こう投げたんですね。そしたら、よし合格って言われて、それからピッチャー始めたんですけど、カープって育成のチームだったんで、やっぱりその練習カリキュラムっていうのがとてつもないものだったし、もうキャンプとかで本当に階段登ることはできても階段降りれないんですよ。こんな感じで、もうそれくらいの練習をして、まあ、一流になれたのかなっていう、北別府さんっていうすごくコントロールのいいピッチャーがおられて、で大野さんが7度の変化球を投げるって言って、もういろんな球種のボールを投げて、じゃあ俺は何だったって言ったら濃厚の川口だと。いろんなパターンのピッチャーがいた方が、やっぱり相手と3試合戦う中で、やっぱり種類の違うものが3つあった方が相手も迷うわけですよね。2人に比べたらコントロールが悪いっていうところを利用したんです。フリーエージェントとして西武から一番最初電話かかってきたんですよ。森重さんからすぐ電話かかってきた。川口、西武来るから喜んできますって言っちゃったんですよ。でそれを言ったんですけど、次の日に家に電話があって、女房が出たんですけど、あなた、長嶋さんって方から電話よって言われて、え、誰だ、長嶋さん、あ、カープの長嶋さんかと思ったら、うん、もしもし、長嶋だけどって言われた瞬間に、あれ、これ、長嶋茂雄さんだと思って、川口が FA したんだって言われて、はい、じゃあ明日東京で待ってるからねって、ガチャンって切られたんですよ。みたいな、ぜひ、ジャイアンツ入ってくれって言われて、ガキの頃から巨人ファンだったのもあって、森重さんに電話したんですよ。重さん、すいません、巨人に行きますって言ったら、ああ分かったよ、もういいよガーンって。それからちょっと前まで一言も喋ってくれなかったんです。まさに 11.5 ゲーム差を跳ね返したメイクドラマのこの時ね、この山倉さんにその抑えをやれって言われてやらせていただいて、まあ、その年4セーブして、でこうやって胴上げ投手になって、広島時代3回優勝して、巨人に行ってこうやって優勝させていただいたっていうのもすごく幸せだったし、ください、ありがとうございました。